うちだよ。うち、ほんとだよ。狼みよだよ。あれ、こんな感じだったっけ。うちだよ。うち、狼みよだよ。あれ、ちょっと少々お待ちくださいね。うちがね、動かないのはね、なんでか知ってる。 iPhone の充電が全部なくなって、今一生懸命充電して、これでいけんじゃない？いけ、あれ？あ、いけない。おあれ、あ、きちゃー、きちゃー。およそ一週間ぶり、いや、一週間とちょっとぶり、10日ぶりぐらいですかね。ただいまーです。一週間ぶりぐらいに帰ってきたら、なんかちょっと自分を見失っていたというか、あまりにも配信をしなかったから、なんかどうやって喋ってたんだっけって、よくわかんなくなっちゃってるかも。まあ確かに旅行行ったりとか、なんか他のホロライブのメンバーと会ったりとかして、充実はしてたと思うんだけど、まあでもちょっとずつ戻ってくるかな。歌おうかなって思うんだけど、どうかな。どうかなじゃねえんだわ。歌います。何歌おうかな。なんだこれ。こんな感じだったかな。ふわふわしすぎなのでは。何がいいかな？いや、帰ってきたばっかりでさ、今。いや、ほぼ雑談じゃねえか。雑談でもいいよ。あれでしょ？みんな、ホロライブのメンバーがいっぱい集まった話とか聞きたいでしょ？でもね、みんながいっぱい喋ってるから、うちそんな話すことないよ。うちが主催みたいな感じになってるけど、別にうちが主催なわけではないし、まあ、ただちょっと人数が多すぎたから、なんかいろいろ料理とか作ることっていうか、違う、部屋を借りたりとかはしたけど、いやマジでさ、他のホロライブのメンバーがどれぐらい話したかとかなんとなく聞いたんだけどさ、もうそれが全てだなって思って。なんか別にうち視点とか、なんかそこまでは目新しい話ないわ。ないよ。っていうか、むしろうちはもうずっとお料理作ってたから、なんかほとんど喋ってないよね、他のメンバーと。ちょっとお料理が落ち着いてから、ちょっとボードゲームに参加したりとかしたけど、一番他のメンバーと喋ってないかもしれない。まあ準備はしたよ、いろいろ。やっぱ楽しみたいしさ、なんかそういうのやってみたくて、みんながいっぱい集まってるところで、なんかスペース借りてお料理を作ったりとか、なんか好き勝手やりたいなみたいな。でもね、店員がね、そこまで多くない部屋だったんよ。なんか10人ちょっとぐらいしか入れない、ほんと店員制がある部屋で、なんか全員とか呼べなくてさ、うち本当にね、みんなのね、なんかこう仲良くね、ワイワイやってるのを見ながらお料理作ってただけなんよ、うちは。